ステーキのスモールサイズでございます。ありがとうございます。はい、絶対柔らかいじゃん。わさび、いいわさびだなこれ絶対。おいしょ、すっごいんで、またこのソース、おいしょ、極上に柔らかくて熱々のステーキにちょっと冷たいこの玉ねぎソースが乗る感じ、いい匂い、うわー、おいしそう、最高だね、最高だね、いい匂いだね、いい匂い、何これ、これはおいしそうですね、早くもおいしそう、おいしそう、炙り取ろう、もう柔らかいじゃんこれ、エビみたいになっちゃってるから、ここまで来るとネギ入れ放題とかいうことじゃないですよね、初めからですよね、これどうなってんのこれ、九条ネギどっさりの上にさらに背脂も流れ込んできます。その間を縫って麺を引っ張り出していく形でございます。うわー、とんかつ、こちら表面はきつね色の感じです、この感じです、おいしょ、いい厚みですね。ここに乗り切らないメイン的なものがあるの、ベスガストさんの鶏メニューははっきり言って間違いないですから、全部プリプリで美味しいんだよね。ありがとうございます。はい、うわー、美味しそう、せーのと、おいしょ、はい、器でさ、具がありすぎて麺入れる隙間があんまないくらいかもしれないけど、ちょっとまずはさっとつけて、せーのと、はい、ポンと、チーズねっとりと、卵はもう卵焼き状のパティ状の卵焼き状のパティ状、ちょっとほら、ちょっとだからほらほらほら、なんか横に広がってきた、ほら、でーかーい、はい、来たよ、よし、食べよう、いいよ、食べちゃっていいよ、いただきます。うわ、美味しそう。30秒で親子丼が作れるっていう革新的な 60ml トロロロって、一応卵たっぷりなんだけどね、匂い、いい匂いだね、ニラとニンニク臭がかなり効いてる感じがしますね。唐揚げ結構一粒大きいよね、というセットでございます。照り焼きバーガーをベースにして裏メニュー作ってまいりました。こんな感じになっておりまして、こういうことね、あー、なるほどなるほど。これに関しましてはどうなのでしょうか、ちょっと開けてみますと、こっち側は普通サイズの唐揚げなんですけども、やっぱこっちの方は結構でかいね、一皿目から結構なボリューム感なんですよ。うわ、嬉しい、美味しそう。あ、不定野郎だっていうのはもう伝わってますよね。分厚いんですけれども、分厚くてさらに長いの、長くないこれ。で、中にこのようにぐわっとプルコギどっさり詰まってる。待って、バンズよりも全然太い、これ厚焼きだ。こちらの牛カルビスープの、はいはいはい、あー、パカッと、せーの、ベロパカッ、赤、見れば見るほど赤いんですけれども、これをちょっと、わーわーわーわわ、いっぱいちょっとそこそこつけとこうか、こうやってね、外側から見ても青さがたっぷりな感じもしますし、ソースをとろーんと、マヨネーズもちょんちょんちょんと、どっさりとパラ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 、どっさりいきましょう。ポン酢をかけてあげるだけですね。もうどうなってんだこれ、はい、いや、ちょっとすげえな、すげえな、何これ。優秀な商品だとは思うんですけれども、今回はこちらなんです。ほら、海苔を乗せたやつ、おいしそう、あ、塩もいいです、あ、これ塩いいですね、出たー、めっちゃ美味しそう。あらららら、らハムカツでございます。断面美味しそう。これはいろんな楽しみが詰まった素敵なお弁当なのではないでしょうか。では混ぜそばをさらに混ぜ込みつつ、よいしょ、これをちょっと乗せて、そして今回は竜田揚げを注文しました。こちらです。ではこっちに召集しましょう。よいしょと、皆さん並
メさんでしょうか。冷たま。美味しそう。すんごい食欲を刺激するカレーの匂い。どれだけ美味しくなるのかってことですけども。おいしょっと。濃厚なスープの中で濃厚な黄身が。ありがとうございます。これはいいですね。すごい。おかわり20個。あ、ほんとちょっとずつ焼けてる。この感触いいよ。外は焼けてる。